初打ちの時はね、4万ちょい投資して、まあなんとかうまいことね、5万ちょい返ってきてくれた、このキングオブファイターズをね、まあ3回目かな、これ。2回目も打って、2回目は確か、しょぼい当たりで負けたね、記憶があるけど、まあこれ3回目でね、久々にちょっと間隔を空けてね、打ってきたんで、見てみて。どうです。
つれ乾いた大地の矢印をファイト。この術とも願いを完成させ、いやー今回はね、早々とね、当たってくれてね。で、2400発ね、そこそこもらえてね、よかったね。で、まあ、初打ち2回目と打って、これ3回目だったんだけど、こんなにやかましい台だったかな、って思ってね。これ打っとる時もね、結構、やかましいなと思ったけど、今これ動画編集しとってもね、やかましいなぁと、かなり思うぐらいだったもんでね。まあでも俺全然やかましいのね、オッケーだからね。まあ第一って結構やかましい台がね、多いけど、まあその中でもまたね、他の追随を許さないほどね、やかましい台だったかなと、思ったけれども、まあそこがまたね、俺は第一の良さだとね、思うもんで、まあ全体的な演出、非常に楽しい台で、なぜ、長期稼働しなかったかが、まあ、よくわからんぐらいのね、面白い台だったけれども、まあ、また、ちょいちょい打てたら、
打っていこうかなと思う台だね。まあとりあえずそんな感じでキングオブファイターズ終了。ふぅ。